2003年4月に撮影されたガレロイ山の南側面。ガレロイ島の位置。アメリカ航空宇宙局が撮影したガレロイ島。ガレロイ島は北太平洋に存在するアリューシャン列島の一部にあたるアンドリアノフ諸島の西端部を構成するデラルフ諸島に属する無人の火山島である。この島の面積は67.2平方キロメートル程度だがデラルフ諸島においては 最大の島である。ガレロイ島は、田中海峡とアムチトカ海峡との間に存在する、アメリカ合衆国のアラスカ州に属する島である。この島は、ほぼ楕円型をしていて、長さ6マイル、幅5マイル、面積25.95平方マイルで、デラロフ諸島最大の島であり、無人島である。しかし、島の北の浜辺には、漁師の小屋が存在する。ガレロイ島は溶岩、黒い溶岩。 新色溶岩、火山灰で構成され、低い斜面や谷が多くが草やツンドラで覆われている。海岸は絶壁であり、岩だらけである。しかし、島の周囲には、昆布が繁茂していて、島の大部分を囲んでおり、その群落は沖合10ファゾムに及んでいる。なお10ファゾム以上の深さは、島の0.5マイルの範囲内にある。島の中央部には、 小さな暗部を挟んで二つの頂を持つ、高さ5161フィートの清掃火山のガレロイ山存在する。ガレロイ山の二つの頂のうち、北のわずかに高い頂の南縁には直径約300メートルの噴火口があり、ここには現在でも活発な噴気口がいくつか見られる。直径80センチメートルから1600センチメートルの13個の活発な噴気口は、 南から南東の亀裂に沿ってに並び、停戦から南の頂上に広がっている。これらの噴気口は1929年の爆発的な噴火で形成された。またこの噴火では、4つのブロック状の溶岩流と安山岩失業海岸を地上に吹き出し、山の南東側面約1.53マイルの範囲を覆っている。なお、カレロイさんは、 1980年代に4回の噴火が、1996年に未確認の噴火が1回あった。そのうちの1回を除くすべてが爆発的噴火であったと見られている。このほか、2007年春と夏、ガレロイ島で地震活動が増加し、時には1日あたり40回にも達した。この島には人は住んでいない。海岸は切り立った岩の崖となっていて、 ここには60万羽以上の海鳥が営像するものの、そのほとんどが岩の割れ目に巣を作る海スズメ化である。少なくとも62%は海スズメ化のコロニーで、エトロフウミスズメが30%、ウミオウムが6%である。これらの種はそれぞれ世界中の生息数の1%を超える。ありがとうございます。